してキーボードたかちゃんさんです。ラブラブジー、ご存知の通りラジオ番組でございまして、全世界149カ国ネットしてお届けしているわけではございませんが、YouTube で配信させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、東西南北というお題ということですね、第、29回目、もうそろそろ30回目になるんですけれどもね、2回目ぐらいから出演させていただいてますが、多分20回ぐらいでいってるかなって思ったりするんですけれども、今日は3曲ぐらいですね、やらせていただきたいと思います。夕暮れの中でですね、東の空にですね、虹が出ると、まあ、朝晴れっていうことですね。から夕暮れの中で西の空に、虹が出ると明日雨ということですね。昔、まあ、そういったことわざなんかを思い浮かべながらですね、遠足の時を思い出して作った曲がございまして、てるてる坊主という曲でございます。たかちゃんさんボーカルで歌ってもらいたいと思いますけど、作詞作曲ラムジーでございます。東西南北ということで、歌詞検索をしたら
札幌から戻ってきましてですね、単身赴任してるんですけれども、戻ってきてくるなり、ここにおりましたので、ね、そしてまあ何曲かちょっと練習をさせていただいてですね、でその後ちょっと家で家族会議というかですねがございまして、家族会議というか、まあ、単にかみさんにちょっとあんた話があるんだけどって言われて、早く帰ってきてって言われて、それで昨日はちょっと9時過ぎにですね戻って、まあいろいろ子供の話なりなんなりいろいろさせていただいたわけなんですけども、今日またですね朝出てきましてですねすいませんまたライブ行ってくるんでということで、わらび駅まで送ってもらいましたけれども、まあなかなか、練習する機会もないんですが、リモートでですね、曲を作って、メールで高島さんに送ってですね、で、まあ、練習をしていただいてみたいな形で、やって、おります。で、今日ですね、東西南北ということなので、次の曲また東西南北に関係のある曲なんですけれども、詩にはですね残念ながら東西南北出てきません。どこに出てくるかというと、作曲者ですね、作曲者がですね西尾さんということなので曲を頂戴しましたので、作詞ラムジでございまして、希望の響きという曲がございます。まあ、それをちょっとやってみようかなと思って。それに曲をつけていただいてということで、なかなかこうやる機会がなかったんですけど、今日本邦初公開というかですね、西尾さんの前でやるのは初めてと。でも YouTube にはもうすでにアップされていますということで、それじゃあ作詞ラムジ作曲西尾さんで、希望の響きをお届けします。
白虹作曲、西尾守さんでございまして、希望の響きをお届けいたしました。これね、なかなかね、ウィズティーっぽくない感じの曲なんですよね。僕はこういう曲なかなか難しくて作れないんですけど、非常に練習するのが大変でしたっていう感じですね。はい、ありがとうございました。じゃあ最後の曲になりますけれども、実はですね、ご存じの通り、ウィズティー、私ラムジーと、そしてタカちゃんさん、2人で、ウィズティーというユニットなんですけれども、趣味が作詞作曲でございましてですね、週1曲、ね、50曲最低作ろうということで、頑張ってるんですけども、なんと次の曲ですね、400曲目になりましてですね、オリジナルがですね、おかげさまで風の歌ということですね、東、南、西、北、全てこう入れてですね、風はどこからも吹くので、風の歌ということで、風の詩、ボンベに寺で風の詩と書いて風の歌という曲をですね、400曲目に作らせていただきました。それをちょっと最後にですね、やってみようかなと思うんですけども、またあれですね、次回ですね、9月くらいにあると思いますけど、帰ってこれるかどうか分かりませんが、頑張って札幌から帰ってこようかなと思っております。ちょっとこの後ですね、実は私川口に自宅があるんですけれども、そこの お祭りが明日ございましてですね、でその準備をこれから帰って5時半まで戻ってですね、夜準備をして、明日9時からまたお祭りがスタートするんですけども、なんとこのクソ暑いのですね、お餅つきをやるんですね。でこれ毎年恒例でですね、もう何年も やってるんですけども、私防災部っていうところに入ってましてですね、これがもう恒例でお餅つき、30キロぐらいのですね、もち米を買ってきましてですね、それをね、何回かに分けて作るんですけど、これ大変なんですね。で去年はなんか熱中症で救急車で呼ばれて行っちゃったんですね。大変なんですけども、そうならないんですね、頑張っていきたいなと思っております。なのでちょっとこの後すぐ抜けちゃいますが、ご了承くださいと。それでは風の歌というのを最後にやってみたいと思います。